はい、わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。さあ、天魔10で返さる、これはねかなり期待してます私。やっぱサブを落としましてと、はい、じゃあやっていきましょう。カエサルくんと天魔10、初手打ちが微妙いかもしれんけど、まあ気をつけてやっていこう。こんな感じね、超重力飛行、アンチ魔法陣、弱点キラー EL、 この EL ってのが素晴らしいんだ。でアンチブロック回復 L だね、ゲージが。で SS が9ターンプラ9ターンってのはちょっとまた使いづらさを出してるけど、まあしょうがない、弱点キラー EL のおかげだと思う。であとは8方向炸裂弾、超強じゃないよ。で弱点長弾、まあ面白い性能をいただいたよね。これは多分ね、どこでも、あ、ミスった。クエストによっちゃって言うけど、まあ、弱点があるところだったらどこに対してもキラー EL だから、腐りようはないよね。で、回復 L とかね、地味にいいサポートを持ってるんで、かなりの強キャラでございます。初手ミスっちゃったな。こんなもんか。あれ？あれ？あ、友情で削ってる。友情で削ってる。ありがとう。ちょっと待ってくれ。ここの抜けるのはね、ちはやがいいんですよね。ちはやでずっとやっていた分の悪いのが来てる。よし、あ、当たれ一発っすよ。なんつったってね、シンプルに言って音域3体分の攻撃が一発に入ってるんで、火力は申し分ないっす。ありがてありがて。ただ、この捨て木、ここぐだるわ。ここはね、もうどうしようもない。頑張ってぶったたくわ。よいしょ。もうコツ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 削らせていただきます。もうここのためだけに 10% 削り持ってきてもいいかなと思うぐらい。一応さっきそのテストプレイしたんですよ。テストプレイしたら、ここでね、やっぱめちゃめちゃ時間かかっちゃうんだよね。だからヤクも1体連れてくるのもいいかなと思ったんですけど、せっかく過激全部乗っけて照明平面も乗っけたんで、じゃあ艦隊で使おうって、ヤクもやめました。で、ヤクもやめたせきでテストプレイの時は、あのね、普通に次の次で負けた。やっぱ書こうと難しいわ。よいしょよいしょ、頑張れ頑張れ。そう、2P と 4P だったかな？そう、2と4にね、対水がついてるんで、そこでがっつり削ってきたところ。頼むよ。いやー、物足んねー。物足りんな、削りが。ヤクモを使ってると、ここの削りこんなきつかったっけって思い出すよね。そう、あの、本当に実装当初？いや、伊達政硬すぎでしょって。いや、もちろんね、雑魚倒して、バリア出してもらって、そこでハマれば、もうちょっと早く抜けれると思うんですけど、あれもなかなかどうしてね、楽じゃないからね。私の技術者はこれが一切一杯よ。頼むよ。そう、コナン君ボイス。あ、自強化はね 1.1 倍です。自強化 1.1 倍プラス、弱点露出が1ターンですね。で2段階目で自強化 1.8 倍プラス、弱点露出が4ターンかな。そう、露出ターン多いんだよね。なかなか優秀じゃん。やっとこそ倒しました。で HP 低いけど、これは別に回復エルがあるんでイチャイチャしてれば終わるんでね。で進出、ここに関してはもう返さるしか勝たん。この SS はこのために存在する。だから、カンカンカンで、戻ってきたいんだよね。いけるかな？カンカンカンで。トン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 、友情 OK！ 多分これね、今のこの一室の 足元にちゃんと配置できてれば、手で抜けれるんじゃないかな。だからめちゃめちゃ後続周回とかしてる人にとっては1体編成もありだと思います。で 4P かな、4番手に編成して使ってあげるのは多分いっちゃん強いと思います。はい、友情コンボナイス。このステージでのこれのカエサルは優秀だ。でここね、さっき私負けちゃったんですけど、ここはきついっす。あの、シンプルにきついっす。どうしよっかなこれ。いやな、キャラの配置が悪すぎる。先倒すか。で、1と4もハマってんだよね。ダメだね、これ。これダメだ。ここで多分ポーション生成しちゃうとね、入れ番し取っちゃうから。違う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 。うーわお。
これもう入れ番しないでって祈るしかないんだけど。はい。あ、危ない危ない危ない。あーもう取っちゃった。バカだな、あんたはもう。カエサルじゃん。ダメでしょ、取っちゃそれ。これ取っちゃうとめっちゃきつくなるんですけど、大丈夫。カエサルは弱点キラー言えるだから、多分いける。もうただただハマりづらいだけだ、こんなの。うん、倒したのは偉い。あとはもうほんと攻撃アップをうまくもらって、弱点キラー言えるで、ぶっ込む。まあでもそれで倒せば倒せばでかいか。ねえ、属性効果アップなしでもいけますぜって言えるから。ただ SS ぶっぱだな、これ。単純にむずいんよ、単純に。いや、待ってくれ、待ってくれ。青、跳ねの、跳ねて、ゲージ切ってブロックの、意味ねえな。何もできん。いけ。もう、かん。また同じとこ戻ってきた。多分こっからね、まあ、この動画がアップされてれば頑張って倒したと思うんですけど、多分グダグダで倒すと思う。属性効果アップなしってやっぱきついよな。これ 1.8 倍乗っかるから、これで綺麗にはまれば、いけると思うんだ。いけ。おお、倒した。いや、それは見たかった。すごいすごいすごい。ここだってさ、属性効果アップないとさ、全然削れないじゃん。それができたのはでかいわ。これプリシーパー使うわ。さっきね、友情でちょっと削ってたんだよね。プリシーパー使えばワンチャン倒せないかなと思って。あー、でも1体持ってった、1体持ってった。弱点長打もね、跳ね方によりきりだけど、やっぱここ多分友情でいけるわ。これも、殴りもちょっと入っちゃうけど、友情も出しつつ。あれか。ああ、倒した。ナイス、友情コンボ。方向が逆のやつついてたわ。で、まだプリシーパー残ってるから、このボスに対しても、さっきはダメージ入ってたわけよ。それにさらに 1.5 倍乗っかってるから、ちょっとこれミスるよ。友情面に行くわ。ほらほらほら。すごい。無属性友情だぜ。あ、だ属性よりも乗っかってないからさ。ここ友情のダメージ入るのってすごくない？ありがてこった。あ、プリシーパー終わっちゃった？終わっちゃったか。あとはもう、まあ、コツコツ友情ゲーム多分倒せるんだよね。ほら、普通に削ってる。これはね、新芝が多分ね、私一ちゃんやったんですよ。まあ、カコートに関しては、ほら、バビロンのさ、SS で終わっちゃえるじゃん。あれができない体だと、私的にはここが多分一ちゃんきついんで、友情。はい、友情ナイス。あ、いいわ。いいわ、ここ。プリシーパーかけたらもう最高だわ。ただまあ、これ、牽制数多いからね。そこはご了承を。はい、じゃあ、ラスゲ。こんなとこも友情でいけんじゃないの？プリシーパー切れちゃってるけどね。だから、の、友情出して。あ、だよね。最高。オッケー、じゃあ、あとはもう、削るだけ。でも弱キラー EL 持ってるから結構ガツガツ入ってていいんじゃない？ 2 段階目打てる子は HP か。ちょっとこれ一発試してみるわ。どんなもんすかって 1.1 倍だけどね。強っありがとう。もうこれで私のテーマ10周回のメンバーに完全に入ったわ。これは入った。友情で、あ、友情で上のあれも消せるね。あの攻撃してくるやつ、短縮のやつ、それもでかい。で、2段階目打とうと思ったけども、これは終わるでしょう。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございますと。で、理由いいポイントもう1個。最初に言ったけど、ゲージ切ってもこの子回復エルが消えるだけだから、中で暴れられるんだよね。だからうまくいけばハマります。ここでも、いやー、いいキャラができましたわ。テンションも高った。ん？あ、なんつった今私。テンション上がったでいいのか。じゃあ、バイバイ。ありがとう。